どうも、整体サロン朝日の富士山です。本日の動画は簡単にできる肩甲骨の運動をあなたにお届けしたいと思います。ぜひ最後まで動画をご覧ください。始める前になぜ肩甲骨の運動をする必要があるのかを解説していきたいと思います。野球選手のケアをしていて肩甲骨がすごく大切だということに気づきました。身体操作の上手い選手は肩甲骨への意識も高いです。でも肩甲骨は目で見えないのでなかなかイメージしにくい部位です。投げる、打つという時に肩甲骨の動きは欠かせない要素です。肩甲骨が内側に動く、外側に動く、どちらの要素もとっても大切です。うまく動けば体の回転もしやすくなります。そこの動きがなければどこかに負担をかけて運動することになりかねませんので、肩甲骨の動きに意識を向けてみましょう。今回の運動は外側に開く外転という運動を紹介します。普段背骨が反っている人には大変やりにくい運動になっていますので、ぜひ一度体感してみましょう。肩甲骨だけではなく目や首、肩周り、骨盤、背骨などいろいろな部分も整う運動なのでやってみましょう。それではレッツゴー。さあ行くぞ。はい、始めていきます。まずは振り向きやすさを確認します。体の始めの状態を確認しておきましょう。どれぐらい振り向けるかな、どこか突っ張るところはないかな、そんなのを確認しておきます。次に頭の後ろに手を組んで肩甲骨の動かしやすさを確認しておいてください。右と左の違いはどうかなというのを確認しておきましょう。本日は振り向くということをたくさんやっていきます。まずは右手で左の肩甲骨を掴んで、左手は肩の上に置きます。その状態で目線を固定したまま後ろを振り向いていきます。3回ぐらいやったら一度休みます。次は頭を固定します。頭を固定して目線と体だけ右の方に向いていきます。その時に呼吸はしているかを確認してみてください。呼吸はできているのかなということを確認していきましょう。最後ですね、目線は鼻先に固定します。目線を鼻先に固定して右を振り向いていきます。これを3回ぐらいやっていきます。呼吸はどうなっているでしょうか。一度体の変化を見ていきます。後ろを振り向いてみてください。初めと比べてどんな感じがするか、肩甲骨の動かしやすさはどのように変わったのかを感じ取ってみましょう。この状態から下の状態を変えていきます。横座りになります。そこからまた同じように肩甲骨を触って肩を触ります。その状態からまずは目線を固定して後ろを振り向きます。目線は一点を固定してください。次は頭を固定します。頭を固定して目線は右、体も右、向いていきます。やりやすさはどう変わるかを感じていきましょう。下の状態が変わることによって上にどのような影響を与えるのかを確認していきます。最後は目線を鼻先にします。目線を鼻先にして後ろを振り向いていってみます。呼吸は吸ってますか、吐いてますか、それとも止まっていますか、そういうことを確認していきましょう。でまた振り向きやすさがどのように変わるかを見ていきます。どんどん振り向きやすくなっているのがわかると思います。肩甲骨の動かしやすさどうなったかなっていうのも見ていきます。だいぶ引っかかりがなくなってきたかなっていう感じがあります。次は反対の横座りにして同じようにいきます。
目線を固定したまま右に振り向いていきます。次は目と体だけ右を振り向いていきます。下の状態が変わることによって背骨に与える影響はどう変わるんでしょうね。そういうのも感じ取りながらやっていきましょう。股関節の位置も変わりますよね、横座りになっているので。そういうのも確認しながらやっていきましょう。体重移動はしやすくなりますかね、しにくくなりますかね。体重はどこにかかっていますかね。そんなのも感じ取ってみてください。結構重要な要素になります。もう一度確認します。振り向く、まあ後ろまで振り向けたらいいですね。肩甲骨の動き、内転外転はどういう感じなのかを見ていきます。これが最後になります。正座をして後ろを振り向くということをやっていきます。目線は固定します。正座をすると少し骨盤は立ちますよね。そして背骨をちょっと反らしやすい位置になりますよね。そうなると上に与える影響はどうなるのかなっていうのを感じ取っていきましょう。頭を固定して右を向いていきます。目と体だけ右を向いていきます。最後は目線を鼻先に固定します。その状態で右を振り向いていきます。これが一通りの流れですね。で最後もう一度体にどのような変化があるかを確認していきます。振り向きやすくなったのか、そんなに変わらないのかを見ていきます。肩甲骨の動きやすさはどう変わったかなということも確認していきます。すべての動作が楽になっていれば OK です。はい、お疲れ様でした。頑張ったね。はい、お疲れ様でした。目を使う運動をすると目を普段固定的に使っている人はとっても疲れたと思います。目の運動はかなり体に影響を与えてくれます。今回は肩甲骨を外に開く運動でした。下半身の状態を変えてあえていろいろやってみることで上半身に与える影響も変わったのが理解できたと思います。いろいろな姿勢でやることで普段自分が意識できない馴染みのない運動を選択しているので、それだけでも体はかなり変わります。野球をする人にとって肩甲骨の動きや柔らかさは必ず必要な要素になってくると思いますので、アップとかにこの運動を使ってもらえるといいかなと思います。左右どちらやってもらっても構いません。手を組み替えてやってみるのもおすすめします。いろいろ試してみて楽に動ける体を手に入れてください。この運動で体の変化を体感できた方は毎日実践して3週間は継続してみてください。皆さんの体をより快適にするのにお役立ていただければと思います。今回お送りした簡単にできる肩甲骨の運動はいかがだったでしょうか。この動画が役に立ったと思った方はチャンネル登録よろしくお願いします。今回の動画が効果あったと思った方は、いいねや高評価の方よろしくお願いします。ご感想は概要欄にお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。富士山でした。